はい、在職老齢年金の早見表をご覧になる場合に、ご注意事項としては、いくつもありますが、まず一つ目は、65歳以降の年金月額、まあ、基本月額には、老齢厚生年金の報酬比例部分のみを、用いる必要があります。これがまあ老齢基礎年金とか差額加算、経過的加算といわれる部分も参入してしまって、ね、全部の年金をね、この早見表の、年金月額、基本月額に入れて、計算されているケースがありますけどね、それは勘違いになりますので、ご注意いただきたいと思います。